こんにちは。ネットビジネス界の目の上の単語部、ネット物販講師の黒沢です。今回は近日解禁するすると言いながら1ヶ月ほど経ってしまいましたが、ようやく21ステップの無料動画講座の動画部分が撮影し終えましたので、改めてこちらの中国アリババ、米国アマゾンネット物販の無料講座について説明させていただくとともに、本講座を一新するにあたって最も留意したポイントの一つがどうすればうさんくさくならない 米か。 でしたので、このテーマについても少し言及させていただきたいと思います。無料イコールうさんくさいと連想してしまう方少なからずいらっしゃると思いますし、それは間違っていないと思います。なぜならば、無料プレゼントだ無料特典だという言葉を連呼して大元総ビジ事例区養クニ肉の上弱ビジネス発信者の方々が中身カスカススカスカの無料講座をネタにお客様を書き集めて洗脳させるというパターン があるからなんですもちろん無料プレゼントというのはクリス・アンダーソンの著作フリーの中にも書かれている通り一つのマーケティング戦略ですし要するに無料講座の目的として自分の生徒さんになっていただけたら嬉しいなという思いがあるのが事実なのでそこの部分をはっきり伝えないからうさんくさくなったりするわけなんですね よって、このうさんくさいとは何ぞや、そしてうさんくさくならないためにはどうすればいいのかということを自分なりに分析言語化してみましたので、その点について皆さんはどう思いますかという問いかけも含めて今回説明させていただきたいと思います。では先に全21ステップの無料講座の概要について説明させていただきます。ガイダンスプロローグから始まり、 合計全21ステップ23の動画を無料で進めていただくことができます。以前の5日間無料講座との大きな違いは2つあり、まず1 点 1>, 1つのステップの動画を最大15分できれば10分前後になるようにまとめました以前は1つの動画1時間とかダラダラと話してしまっていたので当然集中力も途切れてしまうと思いますしいささか冗長になってしまう部分もありましたのでとにかく簡潔にスムーズにステップアップしていただけるように配慮させていただきました2点目以前は一度ご登録いただくと毎日決まった時間に 送られるようなシステムだったのですが今回は各ステップの動画の下に簡単な課題を設けさせていただきそちらをご提出いただくと次のステップの URL とパスワードを送らさせていただくというスタイルにさせていただいたので1日1ステップ進んでいただくこともできれば1日に4ステップ進むぞということもできますし平日はお仕事がお忙しいので2、3日に1ステップ進んで週末 次 1>, 1日5ステップ進むぞだとかその方その方のペースに合わせて無理なく進めていただけるように配慮しておりますあともう一点特筆すべき点とすればガイダンスでもお伝えさせていただくのですがステップ9でリサーチ表を無料でプレゼントさせていただきます元来有料のコンサル生様のみにお渡ししていた特典の一つで商品の情報を入力すると損益分岐点や利益額が 自動的に算出されるエクセルのシートですではもう少し視覚的に全21ステップの無料講座の概要について見ていきましょうこの階段状になっているホワイトボードに書かれた表が実際に皆さんが無料講座の中で学んでいただける各作業の内訳になりますネット物販の重要なポイントというのは今何をやるかという作業を近視眼的にただ捉えるのではなく逆算してゴールから逆に辿っていった結 今現状ここの瞬間これをやるる必要がああよと捉えていく視点にありますそういったポイント非常に重要なので、ステップ16でも改めてお話しさせていただいているということです。ちなみにカリキュラももう少し細かく見ていくと、色い々ろいろ細かく書いてあるので非常にわかりづらいかと存じますが、実際に私がこのエクセル表を一つの指標として無料講座を作成していきましたので、もしよろしければ動画 一時停止してこちらどういったことが学べるのか少し確認してみていただければ幸いです次後半戦どうすればうさ臭く,くならないのかということについて話をしていきたいと思います左の方は私が有料でマーケティングをお手伝いいただいているとしさんという堅実なマーケターの方です私はネットビジネスもネット物販も約10年やっているのですがこの10年間で出会ったマーケターさん その中で唯一信頼しているのがこのとしさんという方なので、今回も自分の無料講座がどうすればうさんくさくならないか、いろいろご中言いただいていました。まず一つ目、生きた嘘をつく。 例えば、この無料講座を作った目的はお金のためじゃない、集客の目的じゃない、仲間づくりのためだ、私のようにみんな幸せになってほしいからだ、みたいなことを言う人は眉唾物ですよね。こういった言葉を見るだけでも失笑してしまうんですけれども、なぜイケシャーシャーとこういった歯の浮くような話ができるのかよくわかりません。次、2点目、体現相互、生きた嘘と同じなんですが、例えば 有料級だとか30万円相当みたいなことを言う方たちいますよね。そもそも無料講座であろうが何であろうが有料級の情報を流さないと意味ないわけなので超有料級で当然じゃんと思うところもありますし30万円相当という言い方に関しても例えばその人が昔30万円のコンサルティングを1時間のクロージングで売ったことがあるから俺の時給は30万円だ。この無料講座を作るのに1時間かかったから30万円相当 みたいな雑な計算をした結果出ている数値なので全くもって信憑性がありません次3つ目薄 らい内容結局のところ無料講座の中で出し惜しみをして話さない方が多くて確信は結局有料商材やコンサルティングをご購入くださいに持っていこうとする人が多いです。もちろん無料講座の中だとお一人お一人の受講生の方が調べられた商品について細かくチェックすると言ったことはできませんが確信に触れても全く問題ないと思うんですよね。確信の部分をすぐ有料商材などに結びつけよう としてしまう方は非常に薄っぺらい無料講座を出しているなと個人的には思わざるを得ません4つ目希少性の原理を乱用する希少性の原理というのは期限や制約を設けることによって購買欲を高めるというマーケティングの手法の一つなので間違ってはいないと思うんですよお一人様3点限りだとかよくスーパーとかでもやられている手法ではあるのですがステップメールと言って登録したら何日後にこのメールを送ります という自動の設定をしているにもかかわらず残り3名と書くのはおかしいですよね今日登録しても3日後に残り3名ですお急ぎくださいというステップメールが送られてくるわけですし10年後に登録しても3日後に残り3名ですお急ぎくださいというメールが送られてくるわけですから完全に嘘じゃないですかこういった自動送信メールなのに残り3名みたいなことを書くのは明らかに受講生の方を愚弄していますよって起承

紹介している人がいたら LINE に通報してくださいこれは完全に LINE 上では規約違反行為です自社のサービスや商品委員を紹介することはできませんこの6つの項目がうさんくさい講座の特徴なのではないかなと思いましたのでじゃあ自分はどのように対策していったかと言いますと行きった嘘に関してはもう何度も何度も言ってますが生徒になってくださったら嬉しいなという思いがあるので無料の講座を皆さんにお渡ししますと はっきり言うやいいだけの話ですからね。ちゃんと率直に腹を割ってお話しすればいいだけだと思うんですよ。もちろん仲間づくりのためというのも個人的にはありますよ。生徒になってくださった方と、例えば公州おろし市場やタイのおろし市場に行って、 で一緒にワイワイイ楽しむというのは私ほんと好きなんですよ一人でも中国の広州卸市場やタイのバンコク市場に行って買い付けを行っていますし、それはそれで楽しいんですけれども、生徒さんと一緒に行くと本当何十倍も楽しいんですよ。そういった意味でも仲間づくりは無料講座の最終的な目的の一つではありますが、その前に自分の生徒さんになってくださったら嬉しいなという思いがある以上、それを率直にお話しする方が、正直誠実。 だと個人的には思っています次、体現相互についてですが、しっかりとその商売のメリットとデメリットを含めてお伝えすればいいと思うんですよ。わざわざ、きらびやかな文句を並べ立てて、色い々ろいろな人たちをかき集める必要もないと思います。次、薄っぺらい内容について、 しっかりと確信をついた具体的かつ実践的な内容をお伝えしてその中で繰り返しになりますがメリットもデメリットも含めてお伝えしてデメリットに関しては解決策も含めてお伝えすることによって中国アリババアメリカアマゾンネット物販の魅力を十二分に噛み締めていただきご関心持っていただいたら生徒になることもご検討いただきたいな という方向で進んでいく方が地に足つけていると思います次に希少性の原理についてです希少性の原理というのは繰り返しになりますが期限や人数制限などを設けることによって購買欲を高めるというものなのですがマーケティングのスキルとすれば間違っていないとは思うんですね実際私も一部特定には期限を設けていますではなぜ期限を設けているかということについてもしっかりと説明 させてていいただいております。要するに一部の希少性の原理というのは、売る側、お渡しする側のメリットもありますが、買う側、受け取る側のメリットも存在しています。そこで残り限定3名みたいな嘘をこくのではなくって、このステップまで進んでくださった方は、この期限までに〇〇したらどうこうと言って、 た、た期限のの希少性の原理だだけは私も一箇所利用させていただいていいいいるととうことです。次、クロージングについてです。21ステップの無料講座ご受講いただいた後、その後、バン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 宣伝のメールが送られてくるということはありえません。そして最後、関係ない案件の紹介。こちらに関しても、 いたたくいいしませんのでそのでそはご安心いただければと思いますというわけで今回は近日解禁させていただく21ステップの無料講座についてどうすればうさんくさくならないかという観点で自分なりに並びにマーケターの都市さんと一緒に煮詰めて熟考をしていったことについてシェアさせていただきました。 今回の動画少し長くなってしまいましたが最後までご清聴くださりありがとうございます。引き続き何卒よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。